何で怒りました？最近何で怒ったかな。ちょっとまあイラッとしたというか、あのね、あ、うん、今日さ聞いて、ほうほう、なんかウーバーイーツを頼んだわけさ。はいはいはい。でそうしたらなんかあのすぐ近くのお店のやつを頼んだのね、うんうん、外に出るのがめんどくさかったから。わかる、うんうん。なのになんか別の方向行ってきて、たまにいますね。家、そう、家からどんどん遠くなってってるから、はいはいはい、なんか連絡したの大丈夫ですかみたいな。うんうんうん。そうで電話しても出ないし、で結局予定時間から40分遅刻してきたのね。え、やば。そうで、もうマジで切れちゃったんだけどまああんま詰めんのも良くないな、攻めんのやめとこうと思って、ただちょっとイラッとしたから、はいはい、ピンポンって来た時に、はいって出ためっちゃ声低くはいいやでもね、あの、あるっす、それね、たまにあるよね。たまにある、なんか別のオーダーを受け取ってますみたいな出る時ある。あー、なんか寄り道してますみたいな、ね、そう、うん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 。え、でもそういうのじゃなかったの。え、マジっすか。なんか、うん、あのその後メッセージ来たのが、すいません違う家に行ってましたみたいな、あー間違えてましたって。なるほどね。そう、だからもう切れちまったよってなってあの、低評価押しちゃった、初めて。あー、あー一緒のタイプに見えてきました、私なんか私もよく低評価押しますもん、そういうのあったら。そう、食べ物の恨みね。あったかく美味しく食べたかったのにさ、あー切れちまったんだよね。それは切れちまいますね。うん、そうなんだよ。なるほど、それは怒ってよしとしましょう。